それら世界の KNB 研究部、イエーイ。私ゆかり先生が顧問に抜擢されました。世界の KNB 研究部、イエーイ。部員絶賛募集中。私と一緒に掴み取れ世界、イエーイ。声を、私に声をかけてください。お願いします。どないしたんや。世界の KNB 研究部、イエーイ。帰るわ。ああ、待って待って、見捨てないで待って。私暇なんです。うちは忙しいんや。私遊びたいんです。うちは寝たいんや。だから KNB 研究部入りましょう。こいつ人の話聞いとんのか。だいたい KNB 研究部ってなんやねん。よくそ聞いてくれました。世界の KNB 研究部とは、世界のクソゲー謎ゲーバカゲーを研究するための尊い部活のことです。顧問はもちろん私、でも部員がいないんです。あかりちゃんなら我が KNB 研究部に入りたいと思うだろうと確信し、仕方なくこうやってお誘い申し上げたのです。帰るわ。うわあ、待って待って、見捨てないで、一緒に遊んで。もうなんやねん。わかったわかりました。あれですよね、具体的な活動内容が見えないから入りづらいとか、そういうことですよね。ああ、まあそれはあるかもしれんな。合点承知のすけ、ゲームは古いんだよ。ならば我が KNB 研究部の具体的活動内容をお見せしましょう。よろしく。まずはこれを見てください。これはなんだい。え、知らないんですか。マスターウッド。知らねえよ、キモいよ。え、ということはこれも知らない。知るわけねえだろ、キモいよ。おい、何見てんだおめえ。いきなり暴言吐かれたんですけど、この世界ではこんにちはと同義ですので大丈夫です。殺伐としすぎやろ。おい、おい、何見てんだおめえ。はいはい、こんにちはこんにちは。しばくぞ。絶対挨拶じゃないよねこれ。ではこのキモいゲームの遊び方解説。おい、ちょっと本音出てんぞ、気をつけろ。てか遊び方とかはマジでどうでもいいんや。解説す、ではシュール水槽始めていきましょうかね。あ、なんか始まってしもた。まずは生き物をタップ。ゲットだぜ。餌を設置して放置。時間が経つと新しい生き物が寄ってくるかもしれないので、机の上を探す。これだけ？これだけ。お次は、お、発見。ゲットだぜ。なんやこれ、寿司か。うおー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 、うまそう。嘘やろ、こんなん食うたら腹壊すに決まっとるやん。キモいし。え、どこかキモいところあります？どこかってお前、寿司に足生えて動き回るなんてキモいだけやろ。え、私が前食べたお寿司、足生えてましたよ。はい、エビです。キングミじゃねえか。え、でも目の前で裁かれてましたよ。それはただの事件だよ。エビです。ちょっと裁かれた着ぐるみじゃねえか。これでも気に入らないんですか。じゃあこれでどうだ。ちげえよ、私は別に着ぐるみのバリエーションは求めてねえんだよ。普通の寿司食え。お次は、お、発見。ゲットだぜ。また美味しそうなもの捕まえました。大根やん。大根といえばブリ大根。おー、ええやん、美味しいよな。はい、私も大好きです。ついつい食べ過ぎちゃうんですよね。ああ、大根を、ブリを、大根を食え。え、じゃねえよ、話題の入り口が大根なんだから、そこは大根をたくさん食っときや。まあブリも美味しいから気持ちはわからないでもないんやけどな。ここでゆかり先生のビューティフルお悩み相談室。はい、このコーナーでは皆さんの純粋な疑問をビューティフルに先生が解決するためのコーナーです。いや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 、おい、変なテロップ出すな。おい、ではアカリング。誰がアカリングだ、やめろ。うわ、テロップんぜ。今回はペンネーム、羽衣のシャキットコーンをひたすら洗うマンさんからの相談です。なんでひたすら洗うんやろ。私は今好きな人がいます。でも彼はとてもシャイで顔を合わせてくれません。どうしたらいいですか。ああ、そら切ない。こういうのようわからんな。どうしたらええんやろ。シャイな彼の写真を同封しておりますのでご参考ください。見てええんかな。冗談ですからね、見ないと解決もできないですよ。せやな。じゃあ失礼しまして、せーの。大根じゃねえか、そりゃ顔合わせられないよ、埋まってるもん。じゃあこうしましょう。じゃあだねえよ、目をつけ出すな。てか怖えよ、めっちゃこっちにらみつけてるからやめろや。おっとっと、なんや。ところがどっこい、シャイな彼が大胆に全てをさらけ出してくれた時の写真もあるみたいですよ。はいはい、どうさらけ出しすぎ。うん、エッチちゃん、お前は何を言っとるんだ。まあ先生としては彼のペースに合わせつつもさりげなく自分をアピールしていくのがいいと思います。根気強くいきましょう。大根だけに。うるせえよ。で、あとは何捕まえたんや。機敏な亀と謎の狐。楽しい楽しい。オッケー、帰るわ。待って、なんで。嫌だってキモいし。確かにな。おい、では次はもう少し爽やかなゲームしましょう。いやいや、うちもお腹いっぱいなんやけど。大丈夫、お腹いっぱいでもプレイできるデザートみたいな爽やかなゲームだから。ほんまかいな、不安が拭いきれないんやが。さあ次のゲーム行ってみましょう。ドン。重すぎじゃないですかね。ほら見て見て、この爽やかフェイス。どちらかというとこわもてなんですが、このゲームなんとボーリングをします。はあ、そうですか。このマッチョ面がボーリングをする感じですか。いいえ、このマッチョ面はボーリングをしません。はい、じゃあこのマッチョ面は何をするんですか。それはもちろんレーンに立ちます。レーンに立つ。レーンを回ります。レーンで回る。レーンで踊ります。レーンで踊る。今までの情報をまとめます。ドン。まとめた情報が濃すぎるんですが、結局こいつは何なん。名前はダニエルです。名前だけ判明しても謎が深まるばかりやな。しかも着せ替え機能付き。すげえ、熱苦しいね。凝ってるでしょ。ここまで不要な機能も珍しいわ。まあとりあえずプレイしてみましょうよ。ねえ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 、わかったわかった、一回だけやからな。はい、やったぜ。帰りたい。ではレッツプレイ。ドン。この絵面狂気やろ。ボーリング行ったら大体いますけどね。マッチョいてたまるか。下手したら通報門やろ。ここをタップすると弾が発射されます。了解や。うわ、
ナイス8ピン。キモくて反射的に避けてしもたわ。あ、ガーターや力入りすぎてしもた。で、丈夫で、丈夫。あ、一応クリアなんや。基準がいまいちわからんな。何これ。うん、ディクタター。お前には何が見えてるんだ。こんなん地面からポコポコ現れおったら親御さんびっくりするで。ま、でもこれくらいなら軽く避けてストライクいけそうやな。ほい。何これ。うん、ダクトリオだ。違う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 。ダクトリオは手札が複数になるんだよ。単品がボリュームアップするわけじゃねえんだよ。てかお前絶対ポケモンやったことないやろ。なんやあれ。腕を伸ばして地面に埋まるマッチョ。適切な解説ありがとう。まあどうせまたでかくなるとかやろ。同じ手は二度通じんで。それ純粋にムカつくんですが、でかくなりませんでしたね。ぷっぷー。しばき倒すで。KNB 研究部、いかがでしたか？なんやろう、すごく疲れたわ。心の力を使い切った感じや。バウンサケルが使った後の清丸みたいな。そのネタは何人に通じるんや。次にやるゲームもたくさん用意してるんですよね。たくさん用意してるんか。では、うちはこれでお役御免ということで。え、あかりちゃんも KNB 研究部入りますよね？いや、うちは忙しいから入りますよね？いや、だから。入ればいいんやろが。やったぜ。帰りたい。で、次はどんなゲームをプレイする予定なんや？これです。おっしょ、おらゆかり。まーた変なゲーム持ってきやがったな、フリーザ。おい、ぶっ殺すぞ。おい、何？初期はババアが敵をバッタバッタ泣き倒すゲームだって。そらけえ、変だ。おらワクワクすっぞ。はい、そうですね。あかりん、クリリンみたいに言うな。次も一緒に戦ってくれよな。マジで嫌だ。次回、おっしょ、おらババア。うなる竹槍で、ジジイのハートをわしづかみ大作戦。絶対見てくれよな。帰りたい。最後まで見てくれてありがとうな。ありがとうございます。面白いと思ったら、ぜひぜひチャンネル登録してな。してな。インスタで、KNB 研究部の日々を綴るアカウントを発足しました。お前、本気か？イエス、ビューティフル。うるせえな。ゆかり先生に解決してほしい相談や、プレイしてほしいゲームなど、どしどし募集中です。ぜひチェックしてみてくださいね。イエス、ビューティフル。変なギャグを定着させようとすんのやめろや。ではでは、次回もお楽しみに。バイバイ。